たきとアジのなめろうですね、それとホウボウの昆布締めと、こちらが、イサキの塩たたきと、北海道のホッキ貝ですね、はい、でこちら骨せんべいにしてあります、アジの、はい、
鹿俣にある和装引き継です。お気軽にご来店ください。よろしくお願いいたします。僕も勉強させていただきたかったとして、開業時期はですね、去年の、令和1年の7月5日で、今月で10ヶ月目になりますね。はい、そうですね。最初に、沢田屋という、まあ、ちょっと今もなくなってしまったんですけど、料理屋から始まって、六本木の小野藩っていう懐石料理屋さんで、その他に割烹料理をやってきてまして、まあ、それであとはここを始めるのはやっぱりリーズナブルな価格帯、安く美味しいものを皆さんにご提供したいと思っております。地元ということもあって、地元に貢献したいと、地域密着型のお店を作りたいと思って蒲田に出店しました。お店の売りはですね、産直の鎌倉野菜を売りとしております。僕はですね、鎌倉の買い付けに行って間違いないお野菜を仕入れてきているのと、あとはスペアリブですね、引き地のスペアリブというお料理がありまして、ことごとに煮込んだ最強味噌仕立てのスペアリブをぜひ召し上がっていただきたいと思っております。